私ワンちゃんの介護してて4月から高3だよ。あ、そうなんだ。そうなんですね。はあ、ここを進級できてよかったですね。ワンちゃんの介護大変だったでしょう。で、あの時もそうだったですよね。そう言ってたですね。そうでしたね。大人っぽくなったねって、その高3の娘にそんなこと言われるの、ちょっと いやね、僕、まあね、クソガチキャラかもしれないけど、ずいぶんしんちゃんには助けられました。ありがとうね。いや、こちらこそ、助かりましたよ。僕も寂しかったので、こう、嬉しかったですね、あの時。ちくわぶさん、ちくわぶさんって、あれ、なってたんですけどね。こちらこそありがとうございます。いやー、また会えるなんてよかった。やったー。配信してよかった。 っていうか、おととい来てくれてたんですね。そうでしたね。おとといか、その前か。しんちゃんの弾くピアノが染みる。いやー、ありがとうございます。やった。いやー、そうなのかな。そうなんですかね。やったー。いやね、僕も染みてますよ。こう、音楽って素晴らしいんですよね。まあ、音楽ができる環境が素晴らしいというか、ね、thank you.
家賃は母の実家なんですよ。あの時のよ、あの家はもう ないっていうか、あるんだけど、強制退去になったので、家賃をなんか払えなかったり、発狂したりとかしてたんですね。まさかこの僕が発狂をするなんてね。なこんなで、まあ母の実家ですね。部屋違うんですよ。大変そうだったからね、あの時。そうなの、そうだったんですよ。うん。あの時、そう、仕事を辞めて。まあ発狂する原因になった仕事を今また最近始めました。荷上げっていうんですけどね。だからまた発狂するかもしれないけど、それは面白いな。明るくなった、しんちゃん、あ、こんにちは、やった。あの頃何してたかな。あの頃は、あの頃は何をしてたかな。ちょっと思い出せない。よく深夜のコンビニ行ってない。あ、やってましたね。なんか配信してましたね。コンビニはなんかやってましたね、そんなこと。散歩とかいろいろやってくれてたよ。あ、そうでしたって、そうでしたっけ。記憶は体になっちゃったんだね、僕の。だからそこをこう呼び覚ます必要がありますね、ピアノを弾いて、ってことに。ちょっと弟が寝てるから電気を消しますね。していたり、こう笑顔があったりとかいろいろしますね。いや、まあ人ってそうであるべきですね。こう、明るいだけとか暗いだけってはなかなかいろいろやり損ねるですね、多分。いや、まあみんながそうなれるような世界を目指してるんですよ。
元気に楽しく生きれば、うん、あ、素晴らしい世界が作れるんですよね。こう体がウキウキするからですね。ワクワクするからですね。ワクワクするから。それが分かる。あなたは僕より考えてるというか知ってるんだね、多分。だから女性は知ってるんだよな、多分。まあ何でも人は、ていうか人は何でも知ってるんですよ、本当は。で、まあ僕はたくさん考える人ですね、確かに。なんかあんまり意味なさす、でもなんか意味あるようにしなきゃですね、せっかくだからですね。思い出しているのか、咳が止まらないです。あの頃はちょっと風邪薬をずっと飲んでたんですよ、たくさん。咳止め、全てに意味があるよね。そうですね、全てに意味があります。うん、そうでしたね、確かに。Thank you.
リー・モーツァルトっぽい笑。結構音楽詳しかったんでしたっけ。なんかピアノ弾いてたはったですよね。ピアノ弾いてたよね。なんかそうだったよね。え、違うかな、忘れたかも。あの様子だけ覚えてるんだよね僕って。言葉とかちゃんと思い出してないね今。そのうち思い出すんだろうか、わかんない。しんちゃんわーいって感じでした。あれもうわかんないわ。何でも弾けるわけじゃないよ。いや僕も何でもは弾けない。何でも弾けるんだけど、こう状況によりけり、人生山あり谷あり、羊ありって感じだよね。よくわかんないけど、そうですね。
明日めちゃくちゃやばい現場なんです。まだ若いし、お仕事お疲れ様です。なんか言葉が大人すぎ、まだ若いしって高3なんでしょ。すごいなぁ。寝た方がいいよ、ありがとうございます。まあ、そうね、寝ます。いや、嬉しい、ちくわぶさん。なこさん、こんばんは。こんにちは、おはようございます。まあ別に心配はしなかったけど、あれどっか行っちゃったなぁと思って、まあ、心配っていうのがよくわかんないけど、僕をしんちゃんと呼ぶのはおばあちゃんとおじいちゃんとあなただけです。最高です、しんちゃん、ゆっくり寝てね、ありがとう、またね。そう、うん、ありがとうございました。またやったー。いや、運命ですね、運命。やったー。運命のというかあれですね、僕が呼んだのかな、僕が呼んだんですね、うん、呼び戻し、はい、そんな感じで、わらわら、これはもう結婚するしかない。や、結婚する。うん、いや、いいけど、どうしよう。いや、ちょっと待ってよ。ちょっと待ってね。ごめんね。まあ、ピアノを練習して世界を良くするよ、うん、世界が良くなれば何でもありになるんだよね。人はすごいから、こう全員幸せにするよ、俺が。そんな感じでした。またありがとう、ありがとう、ありがとう。やった、よかった。また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 やる、またやります。いや、ワンちゃんも元気で、まあ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 、死ぬな、いやー、なんでもないです。はい、そんな感じでした。では、おやすみなさい。ありがとうございます。しんちゃんがいればみんな幸せ。ああ、うん、まあ、まあ、誰がいてもみんな幸せというような、そういう感じにしますよ。僕はすごい、そうでやりたいけどな。うん、しんちゃんがいればみんな、ワン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 幸せ。チーン。そんな感じで。どうもありがとうございました。お疲れ様、こちらこそありがとうございました。それではおやすみなさい。またやります。ではさらばじゃ。